リングでは負けても実力で上げる。アコーコーアベンテーロベンテーロ。はい、どうも全力絶叫 YouTuber ビーモリです。私にまた絶対に負けられない戦いですけども、まずその前に皆さん懐かしいですね、これ2年ぶりです、ラーメン三宮商店、こちら皆さん覚えてますかね。2019年まではもう神戸の試合で、もう試合目絶対ここ、うん、僕の行きつけのラーメン屋です、家系ラーメン屋、ここにちょっと2年ぶりにねお邪魔して、もうパワーをねエナジーを蓄えていきましょう。はい、あ、勝ちましょう今日。優勝できますか？いや、するでしょう、してもらわないと困るんですけど、すいません、はい、開幕しました。はい、開幕のアプリってお待ちですか？いや、持ってないです。1年ぶり神戸に着きました。絶対来ようっていうね、うん、自然ね、自然、緑に囲まれたこの感じたまらんっすね。何してアリス、アリスよ。最悪や、これマジで打てる。最悪や、でもなんでそうなる。あースティーブン、なんでそれ。おっしゃ、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 大下選手2年連続、2年連続神戸でホームラン1点差あるぞこれ。そう、よーし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 、挑戦者や。おーし、負けがなかったぞ。よし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 、スティーブええぞ、スティーブええぞ。持ってるね、いや持ってるね、大下選手。この神戸で昇格、流れを変えるホームラン、スタートを決めてくれ大下。
大下誠一郎一生懸命まで、これは優勝です。一生懸命大下誠一郎、あー、あんたは男の中の男、男の勲章や。今切られないこの首位攻防3連戦初戦、宮城投手でね臨んで、なかなか序盤宮城投手が攻略されてね、これはちょっともう暗雲立ち込めて中で、これ大下選手流れ変えてくれるんですよ。まず復帰後初打席で代打でホームラン、まるで一気にチームの雰囲気が変わりました。そしてそこから同点、相手のエラーもあって、そして9回最後に持ってるんですね。やっぱり満塁で大下選手再び最後なるタイムリー、いやー、この久しぶりに球場に来てこの試合、誰が疫病神や、誰がロッテのあれに貢献したんやと、誰がロッテのお菓子食ってロッテの売り上げに貢献したんやと、ロッテを食ったぞー、よっしゃーよっしゃー優勝でしょ。いや本当に流れってありますよ、野球に。この3連戦の初戦をこの勝ち方、このラッキーボーイが現れて、吉田正尚選手が抜けたと思ったらこの大下選手というこのラッキーボーイが現れました。これはもう優勝するチームの勝ち方やね。間違いなく。うん。明日からも、本当に、オリックス、もう確信です。優勝やじゃない。優勝確定！あと最後に、今日抹消だった、ジョンズイと、シュンチェル。帰ってこいほんま！いやね、ジョンジーの代わりにできた大瀬選手が言ってくれましたけど、いや、ジョンジー、あなたの力もやっぱ必要ですよ。ジョンジー、シュンチェル、早く帰ってこいほんま！シュンチェル。Oh, oh, 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 oh.